お疲れ様です。今回はワイルドスピードファイヤーブースト100倍面白くなる動画やっていきます。ついに先日公開されたこの作品、私の率直な感想としては終盤の展開など踏まえてめちゃくちゃ面白かったですね。本当にあっという間のドエンターテインメントでした。ワイスピなら OK ですと言わんばかりの展開がたくさんありつつも、これまでのシーズンに対する愛やリスペクトを感じる物語作り、ゴールへと向かう圧倒的な情熱を感じました。今回は自分なりに今作の魅力をプレゼンして、もっともっとこの作品を楽しもうという動画になっております。前回のこれまでのまとめた動画、概要欄にリンク入れておきますので、よければそちらもご覧になっていってください。本編のネタバレありの動画になっております。ネタバレありの動画になっております。このチャンネルは好きな作品がもっと好きになるような情報やストーリーを発信しておりますので、チャンネル登録高評価何卒お願いいたします。コツコツ100万人目指しております。あとはコメントのやり取りがモチベーションにつながります。返信してますので、ぜひコメントしていってください。それでは早速参りましょう。まずは、物語を簡単になぞりながらおさらいしていきます。まさに完結編へとまっしぐらとなった今作、アクセル踏みっぱなし、ブレーキ一切なしのノンストップアクションでした。ワールドワイドな最終章の物語、ロサンゼルス、リオデジャネイロ、ロンドンや南極、これまでのシリーズを振り返るような舞台を転々としていきながら、このシーンは あの作品を思い出すななんていう場面がありながらも、今回は新しい舞台として冒頭からローマが描かれていきます。ただ点々と場所を移るのを描くだけではなく、リオはお金による支配があり、それに抵抗する人々も演出されておりました。ブラジルやリオデジャネイロはこの政治や警察などの腐敗が問題視されています。他にもロンドンの監視カメラ社会も描かれていました。ロンドンの同時多発テロが2005年に発生し、ロンドン市内だけで監視カメラが40万台以上現在あるらしいですね。日本人からすると驚きです。 AI による顔認証で何かこう違反行為を行ったら、後日郵送で顔写真付きで送られてきたりもするそうです。さらにこの場面を映るだけではなくて、他にもそれぞれのシリーズの曲、メガマックスの時にかかったあの曲だったりとか、それぞれのシリーズの代表曲がかかっていました。中でもやっぱりファンの心を一番震わせたのは、ブライアンのことを思い出す時に流れる See You Again、 ここはうるりときましたよね。物語自体もいろんなジャンルが織り交ざっており、子供が見てもまさにファミリーが見てもカップルが見てもいろんな世代で楽しんでもらえるような作品になっていました。ジェイコブとリトルビーはジェイコブおじさんと少年のワクワク冒険団のようなユニークな雰囲気、ロンドンに行ったチームは監視社会や追ってから逃走劇が描かれていく、メインのドムはまさにシリアルキラー、イカれたダンテとのバチバチの戦いが描かれていきます。意外と良い周到な感じもありましたが、これは何かしら黒幕がいそう、また完結作に向けて新たな敵が登場する可能性もありますよね。再演するキャストもファンとしては嬉しいところ、リトルノーバディ、スコット・イーストウッド、クリント・イーストウッドの息子さんですね、他にもメガマックスで登場したディオゴも今回ブラジルで同じキャラクターとしてもう一度レースに参加してくれました。冒頭の過去の回想シーンではレイエスやジジも再登場、ジジは、過去の映像をおそらく使い回した感じでしたが、レイエスは同じ人が再出演していました。総決算となるサービス精神旺盛なこの作品、最悪の敵として登場するのが今回ダンテ。このダンテもまた魅力的なキャラクターになっていて、なんだかキャワコワイイと言いますか、キラキラしてネイル塗っちゃったりもして、でもそれまで味方してくれた兵隊をあっさり殺して人形のように扱う、精神的な異常を感じずにはいられない独特のキャラクター造形なんですけれども、やはりジェイソン・モモが演じることによってめちゃくちゃ魅力的、ドムを追いかけてくる恐怖のストーカーのように見えました。何よりね、これまでの敵キャラクターよりも厄介なところは、世界がどうなったっていい、ドムだけは絶対に苦しめるといった、これまでのナイトシェード、コッドアイ、核爆弾のスイッチやアリエスなど、明確な世の中の大きくルールチェンジ、ゲームチェンジさせてしまうような近代兵器や装置が目的じゃないっていうところで、ただただドムを苦しめたい、神出鬼没に襲いかかってくる、それもこうデッカード以上にこう乱暴で凶悪で周りのことなど関係ないっていうところが恐ろしかったですね。秘密組織もドムたちのことを追いかけていく、欺かれてしまうんですけれども、秘密組織自体に敵がいたっていうことで、どれだけダンテの裏にいる組織っていうのは用意周到で計画してきたのか、その裏を束ねるブレイン的な存在っていうのはより気になってきますよね。そして何よりもここで
ラストに向かって大きなサプライズ、ジゼルとホブスがファミリーに復活しました。ありがとうございます。まあ、これはね、賛否両論あるかもしれないんですが、僕としてはこういうのが見たかった。まさにもうお腹いっぱいパンパンしながらも、今回のあれ見たかったなっていう部分もやっぱりあるんですけど、この先を考えるとやっぱりよりワクワクしてしまう、ドキドキしてしまう、早く続きが見たいと思うこのシリーズ。はい、ここからはエンタメ以外の深掘りもやっていきましょう。ただ楽しいだけではないんですね。前作から5年の月が経った今、前々作で破壊され、前作で建て直す途中だったこの家が復活してたというのはファンとしてもグッとくるポイント。ここで登場するのがおばあちゃん。今作はこの世代を超えていく物語、未来や子供たちへの継承、このサーガが語られていく流れ、子供世代に引き継いでいくもの、サーガの締めを予感させてくれます。父として子供に教えるドム、叔父として守るジェイコブ、エレナの世になかったイザベル。エレナは元夫が警察官で自ら警察官になったという、非常にこの正義感が強い人物でしたが、妹のイザベル自体はね、まあ、ちょっとやんちゃな人生を歩んでいたようです。自らの子供を願うレティ、行方不明のミスターノーバディ、父の代わりに協力するテス。これテスっていうキャラクターとテズっていうキャラクターがいるのでちょっとめんどくさいですよね。この受け継ぐもの、教わるもの、そして受け継いでいくものといったテーマがある。ドムの父親は人気レーサーでした。ですがそれに対照的にドムは暴力を振るってしまい刑務所に行き、ある意味この出来の悪い人生といったらちょっと乱暴な言い方になるかもしれませんが、レールを外れてしまったドムでも自らの行いにより家族を築き愛を残すことができます。今作は愛を受け取る側、リトルビーの成長も描かれていくんですね。ジェイコブとリトルビーっていうのはただただこうユニークなロードムービーではなくて、あそこからやっぱりこのリトルビーが徐々に徐々に成長していく、そして完結性へっていう流れを予感させてくれるんですね。さらにこのファミリーっていうのはバーベキューで祈りを捧げる、そうカトリックへの信仰心っていうのはね、結構根底に強い物語なんです。そんな中で出てくるのが麻薬王といえ父親のことが好きで、自分のことを認めてもらう、そんな対象を喪失してしまったダンテが2分間の死から蘇った。ローマ、バチカンでの爆破、そうキリスト教の聖地での冒涜行為、さらにリオでの命を使った暴走。リオもこういう神の様の銅像が立ってますよね。まさに神をも恐れぬ悪魔が地獄から復活してきたわけです。ダンテっていうのは神曲っていうのを作った人なんですけれども、まあ、その神曲っていうのの主人公もダンテなんですが、生きたまま地獄をさまようキャラクターが今作でも登場してくる。このカトリックの根底にある死と救済と復活復活っていうのがね、エンタメでありつつもそうじゃない要素もあることで、この物語の厚みっていうのが増してきます。これまでドムというのは強盗で奪ってのし上がった人生でした。ブライアンとの出会いで生まれ変わるきっかけの贈り物がもらえた、それを守ることと失う怖さが芽生えていく、それは自分で芽生えたことによって第三者に対してもこれを守ろうという意識、市民を炎から守ったりと、ワルのファミリーたちから、まあ、人々を救うような少しヒーローチックな要素も描かれていきました。これがおそらく後の彼のこれまでの行為に対する救済につながってくると思うんですね。さらにドム以外にもそれぞれの葛藤や苦悩も描かれていきます。お笑い役が多かったローマンはミッションのリーダーへと苦戦していきます。ロンドンに行った時にお金がないっていうところでお金をこう懐に隠してたっていう演出がありましたが、あれはやはり X2 のラスト、そこのオマージュになっていたでしょう。エンジニアとしてのテズはラムジに結婚を申し出て、自らもこの戦闘を戦って前に出るシーンが増えました。ファミリーの中では新規加入の方に入るラムジー、これまではハッキング担当という感じでしたが、彼女にはまた過去のシリーズでゴッドアイというものすごいこのプログラムを作って、世界中のどこにいても対象者を見つけることができる、本当は平和のためだったんだけれども、まあ、すごいものを作ってしまったよ、この彼女の葛藤や責任感も描かれていく。前作で復活したハン、彼は最愛の人を失いさまよい東京に行き、いろいろあって今に至るんですが、最後のサプライズっていうのがひょっとしたらこのハンの救済になりそうで、ハンを支える人物としてこの二人が再会した時がね、今から感動したで楽しみなんです。ハンがね、作品の途中で言ったロス・バンドレルス、時系列的に1、2、マックス、メガマックスってなるんですけど、2とマックスの間をつなぐショートムービーが20分ぐらいのがあるんですけど、それのタイトルがロス・バンドレルス、盗賊って意味があるんですけど、盗賊たちとして過ごした彼らの日常が描かれています。そして今回ハンの登場によって、日本からは前作に引き続きハンがつまむものとして柿の種が参戦しております。まあ、こう考えるとね、ハンのあのかっこいい車の色が柿の種カラーって見るとちょっとね、
笑えてくるんですけれども、楽しいだけの作品ではなくて、このメインの人たちの中にはこの中南米とか西アジアとか中東とか元いった土地からアメリカに移民になって人種が融合していったりとか、例えばジェイソン・モモアもハワイの先住民族の人とのハーフだったりとか、ヴィン・ディーゼルも、イタリア系の人、黒人系の人の血が混ざっていたりとか、今回サプライズで出てきたドウェイン・ジョンソンもサモアの伝説的なプロレスラーのお孫さんだったりと、アメリカとか、ヨーロッパとかそういうところじゃなくて中南米のこのプエルトリコだったりとか、まあ、他のハワイだったりとか、このメインストリームで描かれなかった人たちが最強の巨大サーガを築いていくっていう、例えばハリーポッターや007だったらイギリスの作品じゃないですか。やっぱりこの MCU も、まあ、いろんな物語がありますが、メインはやっぱりこのアメリカの物語じゃないですか。ってなったところで、この中南米とか、まあ、ハワイとか、まあ、ガルガドットはねイスラエル出身なんで、まあ、そういう人たちからするとうわ俺たちの物語だみたいな胸を張れる力強いサーガなんですね。それを象徴するかのように今作でも登場してきたドミニク・トレットのおばあちゃんアブリエータ・トレット、演じているのがリタ・モレナという方、まあ、91歳で、この人もこのプエルトリコ出身です。雨に歌えばとか、ウエストサイド物語に出てたとか、ちゃんと意義があるんです。もちろんエンタメがメインですけれども、エンタメだけじゃねえんだぜ、俺たちだってやってやるんだぜっていうのがこのファーストサーガです。はい、ここからラストの展開についてもお話ししていきましょう。やっぱりちょっとねショッキングだった、いいなと思ってただけに、このジェイコブの死っていうのはねちょっと入り込んでた人もいるんじゃないでしょうか。前作でものすごい大問題行動を起こしましたが、まあ、今回でショック剤がなされたね、爆発するときは十字架を手にしていましたし、もう償いはなされたと思います。ワイルドスピードのことです。おそらく最後生きてるでしょう。だってそれはワイスピだものということでね、実は生きてたっていう展開はワイスピだったら見たいです。さらに終盤はピンチに陥るドム、トラックやタンクローリーを強盗してこれまで生計を立ててお金を人儲けしていたドムに対し、今度はそのトラックタンクローリーからドムが挟み撃ちされて逆襲を受けるという、このなんかメタ的というか、いえ車側からの復讐と見るとめちゃめちゃこのシーン面白いんですけれども、そこでなんとか生き延びるんだけどダムの崩壊がやってくる、どうなっちゃうのドムというところで終わってしまうので、ここに誰が来るのかっていうのがすごい気になるんですよ。さらにサプライズとしては、先ほども言ったようにこのジゼルの復活、これはファンからの待望論っていうのはね、もともと結構あったみたいなんです。ユーロミッションラストに亡くなる時の死のね、この演出っていうか火の中に消えていってそのまま悲しんで終わりっていうことで、あの退場としては結構演出が軽かったので、まあ、ジゼルがもう一回出てきてほしいって思う人は結構いたみたいです。このファンの声に応える形で再登場、さらに大サプライズ、ホブスの復活、お帰りなさい、やってきました、ようやくって感じで、すごく気になってた人はきっと多いでしょうね。もともとこの2人はインスタグラムとか SNS で、特にドウェイン・ジョンソンの方からね批判的なコメントがあって、このローマン役の人がやり返していったりと、ヴィン・ディーゼルが歩み寄ってもそれを突っ張れていったりとか、もう二度と出ないと発言したところで、今回ジャスティン・リン監督からルイ・レテリエ監督に交代することになってしまったんですが、まあ、今回ルイ・レテリエ監督このシリーズに新参者として来ただけに、2人のこの事情だったりとか間柄をですねそこまで知らないだけに説得してくれないかと会社に頼まれ、説得したところこのうまくいったようです。ただドウェイン・ジョンソンもね、もともとはプロレスラーとして人気になったので、煽り合ってるようなものを演出したんじゃないか、まあ、実はあえてやってるんじゃないかっていう噂もありました。まさにこのホブスっていうのはこのサーガにおいて本当に待望の存在として復活しました。この今作に求められることをやり残しがないように全力感を出す、この思い切りの良さをですね僕は称賛したいです。まあ、正直これ元も子もないんですけれども、サイファーに殺されてしまったエレナも明確に殺されたっていうよりはこの銃声がしたっていう描写しかないので、ワンチャン生きててもこのサーガだったらおかしくはありません。さらに最後で今作でサイファーはね、敵の敵は味方的な感じで一応協力することになったので、まあ、何かしらまた誰かが復活することがあるかもしれません。まあね、そんなことあってもいいのか、リアリティはどこに行ったんだと思うかもしれませんが、ワイスピーだものということで、まあ、個人的にはこういうのを求めてるんですね。ワイスピーに対しては何でもいいから盛り上げろ、熱くなれと。どんな人がこの作品を見てどんなことを期待して、自分のこのサーガ物語で何が長所で何を求められているのかっていうのを理解した上でそれを行動に起こしているので、その辺に関してはですね、僕は見てる人を喜んで満足して楽しんで劇場を後にしてもらうっていうところのこの情熱とか気持ちをねすごくこの作品には感じました。はい、ここからの展開についても予想していきましょう。ここをね予想するとまためちゃくちゃねこのサーガワクワクしてくるんですよ。
次がパート2と言われてますが、じゃない可能性も今あります。先日行われたローマのコロッセオで開催されたプレミア上映、スタジオ側からビン・ディーゼルが3部作にできないかとソーダが持ちかけられたそうです。というのもこのサーガスピンオフ企画も現在ですね、この走っていると言われております。今作でお母さんのことを気にかけて飛び出すデッカード、その後は出てくることありませんでした。サンドバッグの中の人はジェットブレイクの最後にね、その演出があったんですが、情報を得たところで飛び出していきました。さらに今作の最後で出てきたダンテの標的とされているもう一人の存在、ホブス、この二人の今後が気になるとなると、やはりスーパーコンボの続編企画が前々から動いていると噂されていたので、このスーパーコンボ2が作られる可能性出てきました。このスーパーコンボは最後にですね、謎の音声だけの敵が出てくるんですけど、そのキャラクターがホーブスに対して、私と君は意外な再会を果たすだろうふっふっふっみたいなこと言って消えていくわけ。これが、実はダンテだったのかっていうのもね、考えられなくはないんですが、それよりは完結編につながるような新しい敵キャラが出てくる可能性もありますし、もしスーパーコンボをやってですね、それがファストサーガの完結に合流するとしたら、ブリクストも復活してイドリスエルバもこのサーガに加入してくるかもしれないと考えると、ちょっとワクワクするじゃないですか。さらなる筋肉が参加してくるかもしれない。もう一つのサプライズ、最後の方はサイファーとレティとそしてジゼルが復活するっていう、これは女性が集まったっていうことを考えると、皆さんですね、もう一つのスピンオフ企画、女性版ワイルドスピードが描かれて、それがまた最終作に合流する可能性もあります。今作に登場する意味ありげだったキャビンアテンダント、ジェイコブを助けた飛行機のお姉さんですね、あの人はメドウォーカーといって、でそうウォーカーということで、ブライアンを演じたポールウォーカーの娘さんが今回カメオで出演しております。さらに1個前の旧作品名ジェットブレイクの話に出てくるんですけど、その時に登場したメイさん、彼女はこのマックスに登場したカーラの妹なんですけれども、演じている方がカーディービーという方で、ギャングからストリッパーを経てビルボード1位のアーティストになったっていうすごい人なんですね。他にもスーパーコンボのハッティ、デッカードの妹など、このワイルドスピードにはですね、今後出てきそうな女性キャラクターが散りばめられています。さらにポールウォーカーの娘メドウォーカーも女性版のワイルドスピードを作ってほしいとね、懇願していたので、最終章の前にスピンオフに2作品作られて、もう大団円のグランドフィナーレに駆け上がっていくかもしれません。だけではなくて、ダンテっていうのは協力者を狙っていましたよね。となると、これまでのモニカだったりショーンたち、リオとサントスや2に出てきたあのケージなど、さらなる再演が今後ダンテの魔の手が襲いかかるときにチラッとカメオ出演してくれるかもしれません。これまでの舞台をこのファイアーブーストではいろいろこうなぞらえて、ロンドン、南極、リオデジャネイロと過去作品の舞台を転々としてましたよね。ってことは次の作品も同じようなことやるとなったら、来るか東京3ので、ね、東京ドリフト舞台になってたので、完結作で東京が出てきたりとか、現在ショーは東京にいませんが、ショーのドリフト姿が見られるかも。過去作品をオマージュするとすれば、また最終作で宇宙に行ったりとか、そんなとんでもない映像がまた描かれるのかってね、シリーズならではの無限の可能性が妄想できちゃうんですよ。まあこういうのやっちゃうと同窓会かよってね、やっぱりね思う意見もありますし、それはそれで僕確かにそうだと思うんですけれども、ワイスピならいいかなって思っちゃうんですよ。最後の大レースへと向かっていってほしい。まあただね、こういろいろスピンオフとか、やってしまうと、次の作品が一応25年って言われてるんですが、最終章がもし3部作っていうことになると、完結編の公開が遅くなりそうっていうところだけが唯一気がかりなんですが、それでも盛り上げるために時間がかけてもいいので、最高のクライマックスに向けて走り出してほしいです。女性の派手やアクション、逃げ惑うスリル、高等無形なカーアクションなどもありつつ、この名車、車たちがたくさん出てきました。ジェイコブのあのキャラの方がついた車はエルカミーノ、ドムはダッチチャージャー、ハンはアルファロメオ、ローマは金のランボ、ランボルギーニ、サイファーはデロニアアルファ、最近発売されたあのデロリアンの EV 電気自動車タイプ、ダンテが乗る紫色の車はインパラだったりと、ちょっとね僕車詳しくないので間違ってたりとか、まあ、こう細かいことはお伝えしきれないんですが、まあ、これだけ紹介しただけでなく、本当端々に出てくるのもすごい名車たちが数々と登場してくるというところで、車ファンとしても熱くなれる一作。今作物語の終盤というのは比較的このドーム一本勝負でジェイコブが協力してくれるような感じでしたが、制作費3億ドルを超えたっていうね、3億ドルですからね、今1ドル130円140円ぐらいなので、まあ大体400をかけて1本の映画作ってるわけですよ。新仮面ライダーとかおそらく10億かかってないらしいですからね、ものすごい爆弾な予算をかけてクライマックス、ものすごい映像で描かれていたんですが、実質今回はドムと、ダンテのタイマン勝負に近い感じでしたよね。
となってくると最終章はここもワクワク妄想逆の展開が起きますよね。ドーム単体で行くのであれば今回あまり今まで過去作に比べてその存在っていうのが描かれなかったブライアンがまた CG か何かで復活する可能性がある。それは本来であればある意味この近畿に近い亡くなった人のね CG でやるっていうのは賛否あるかもしれないんですが今作ならではの許された演出が最後あるかもしれないですね。大ピンチになったドームに駆けつけてくるのは誰なのか、女性版 YSP のメンバーなのか、それともスーパーコンボ組が一回スピンオフを経由して現れてくるのか、ブライアンが駆けつけてくれるのか、ファミリーがやってくるのか、それともなぜか行方不明になったミスターノーバディ、この辺の真相も気になりますよね。彼はドームにベルギービールを飲ませたがっていました。まあそれに関する会話劇も今回ちょっとありましたね。今回の全てを牛耳っているダンテの単独案で全てコントロールするのは難しいですよね。新しいさらなる敵を最終作では用意すると言われております。ロバート・ダウニー・ジュニアを交渉してるんじゃないかという噂もありますし、マット・デーモンに出てほしいと出演者の一人が懇願していたり、本当の黒幕とかもものすごいキャストが演じると考えると最終作ものすごいキャストの集合が見られるということで、もうね期待がめちゃくちゃ膨らむんですね。倒しても悪魔は蘇ってきましたとなると倒すだけではなく、おそらく彼の魂を何かしらで救済する必要がある。それこそダンテを倒す方法なのではないでしょうか。ダンテもやり直すきっかけを今度はドームからもらえるのか。まあそして何より、今作で先ほども言ったように、カトリック、キリスト教のこの騎士と救済、食材と復活っていうのがね、これじんわりと根底にあるので、このポスターアートとか、ドームのこの切ない感じとか、かつてドームは強盗からここまでやってきたということで、ドームは死んでしまうのか、そんなね、ことも暗示させる、予感させるような完結作、アクセル全開で最後までやりきってほしいです。はい、ここから最後のまとめ入っていきましょう。もう、批評家のね、いろんな言い分とか、これは倫理的にどうなんだっていうことは気にせずですね、フルスピードで走り抜けるこのサーガ、最大の弱点がファミリーだとすれば、最大の武器もまたファミリーです。次回がゴリゴリのチーム戦として見られることをね、めちゃくちゃ期待していますし、この物語のリアルさよりド派手にフルスロットル、観客を沸かす完全燃焼、それこそがこのワイルドシリーズの醍醐味なんですね。今シリーズだからこそ思い切りやってもいいのではといういわゆるポイントがたくさんあります。ファンを熱くさせることを優先し、単純に楽しいことだけじゃない、いろんな国の人が誇らしくなるこのシリーズ、超能力がなくさって車があれば何でもできるというね、この車の盾でそんな銃弾とかそんな防げるのかと思うんですけれども、このやりすぎだろおいって突っ込みたくなる、見ながらねちょっと吹き出してしまうようなところも含めて、ワイスピなら OK ですと言いたくなるこのサーガ、グランドフィナーレに向けてもうね、最後やっぱり全員でバーベキューやりましょう。ファミリーがついに再び集まる20年のサーガは最終コーナーへと差し掛かった。ワイルドスピードファイヤーブースト、ものすごくねエネルギッシュな作品になってますので、2回3回とご覧になってみて最終章に備えてみてはいかがでしょうか。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価何卒お願いいたします。それではまた次の作品でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。